あるなし問題。共通事項を考える脳トレが全部で5問です。では始めましょう。第1問。ある方に共通することは何？正解は、ある方はすべてカタカナでした。ある方は漢字にも見えますが、実はカタカナで、ない方はすべて漢字です。第2問。ある方に共通することは何でしょう？正解は、ある方は1文字目が2文字目の部首になっているでした。上のように2文字目の部首である辺の部分が1文字目と一致しています。第3問。ある方に共通することは何ですか？正解は、ある方は漢字一字で書けるでした。上のようにすべて漢字変換すると、ある方は漢字一字で表せます。第4問。ある方に共通することは何でしょう？
正解は、ある方は最後が濁音でした。上のようにすべてひらがなに変換すると、ある方は最後の文字に濁点がついています。第5問、ある方に共通することは何？正解は、ある方は英単語でダブルから始まるでした。上のように英単語に変換すると、ある方はすべて頭文字がダブルです。